ろしくお願いします。お願いします。本日、はい、本の方を発売されるということです。そうなんです。僕と、満島ひかりさんで一緒に作ったこの軽いノリノリのイルカという本なんですけど、帯には満島ひかり、又吉直樹、奇跡の怪文物語集、上から読んでも下から読んでも同じ怪文から編み出されるファンタジックな小編小説で、この軽いノリのイルカっていうのは怪文なんですよ。逆から読んでも軽いノリノリのイルカっていう、この怪文を作るのが満島さんがすごい得意で、でその満島さんが作った怪文をもとに僕が、まあ、短い小説を書くっていう連載を雑誌で2年半ほどやって、プラス、まあ、この書籍化のための書き下ろしで短いものと、あと始めにと後書きをそれぞれ、始めにを満島さんが書いて後書きを僕が書いて、なるほど、帯の裏にはですね、満島ひかりが生んだ奇跡の怪文をもとに又吉直樹が苦しみながら物語を書き下ろした、銀座連載の怪文物語集まさか逆さまが待望の書籍化、まあこの連載中はまさか逆さまっていうなんですけど、やっぱ他にもまさか逆さまっていう怪文を使ってる人がいたみたいで、なので満島さんが生み出した怪文で軽いノリ のイルカになったと。水島ひかり、言葉に作らされた感覚です。又吉直樹、本当は楽しかったですっていうこの苦しみながらってなってるんでね。満島さんがねの怪文が、まあ、怪文で新聞紙とかトマトとか、そうですね、今朝の酒とか、はいはい、なんかそれぐらいのこう長さを連想するじゃないですか、うん、ですね、めっちゃ長い回文作れるんですよ。しかもそれを考えるというよりはこうスッと出てくることもあったり、でスッと出てきたのをちょっと調整したりとか、まあ、いろんな作り方されるらしいんですけど、いっぱいなんかそういう回文がどんどんできるっていう得意体質なんですかね。でその回文を生かして、まあ、連載をし始めたっていう感じなんですよね。連載のお二人の、はい、こう組み合わせというのはなんかどういう流れがあったんですか。もともとは何人かで食事会みたいな、はい、食事会というか、まあ、ご飯食べてただけですけど、食べてた時に確かね、なんかそこで満島さんが怪文を作ってるみたいな話になって、見せてもらったんですよ。すっごいのがいっぱいあったん でこれこんな長いのできるもんですかみたいな話をしてたら、なんかこれに物語つけて一緒に連載したら面白いんじゃないですかみたいな、ほうほうほう、みたいな話になって、もうその場で、その場で、はあ、みたいな、そんなんできたらめっちゃ嬉しいですみたいなことを答えてて、でなんかそういうファッション誌みたいなところでできたら面白いですねみたいな、そういう言葉が服とかと、服とかいろんなカルチャーとかと一緒に載ってたら面白いですねってその満島さんが言ってて、なんかそのイメージもすごく分かるというか、なんかね小説とかもそうなんですけど、文芸誌とか文学扱うところで紹介されるとなんかすごくコアな読み方はしてもらえるんですけど、だからそのありがたさもあるんですけど、まあ細かく読んでくれてるなとかあるんですけど、こう一発目の読み方みたいなが飛ばされる時が結構ある。単純に笑ったとか、要は文芸誌の
何やろ書評とか評論って、うん、なんか笑ったとか泣いたとか感動したとか、うん、そういう言葉ってあのないというか、うんうん、それ書いてたらいや何言うてんのお前みたいなそれはもうまた別の話というか、そこそれを読んでどう思ったかというよりは、それそこに何が書かれてるかっていうのを、うんうんうん、なんていうんですかね、こう追求して、うん、深く読むっていうのがあるけど、本ってでも そもそもは書かれた作品が読者にどういう影響を与えるのかっていうことも大事じゃないですか、うん、それとこれは似てるようでちょっと似てないというか、でファッション誌とかだとその本当に最初の一発目の読み方みたいな、うん、やってもらえるから扱われると嬉しいんですけど、だそういうところで言葉に、こう、まあ、物語だったりその回文っていうものの連載ができるのはすごく嬉しいなと思って、満島さんが多分話してくださってこう連載の話が決まったみたいな。すごい、なんか言ってみると自然な本当に流れですね。自然な流れですね。なんかどんな連載にしますかとかも別に話してないし、うん、回文すごいですねみたいな、うんうん、あじゃあこれに物語つけれますかみたいな、うん、あ多分いけると思いますみたいな、じゃあやりましょうみたいな感じでしたねすごいな。ほんでね、なんかね、いつもは自分でタイトル考えて書いたり、はい、自分でテーマとか設定とか考えて書き始めるんですけど、今回満島さんの回文があったんで、うん、もうそれを何回か読んでるとこう自然にその言葉からイメージが湧いてきて物語が書けたんで、普段書いてるものとまた全然違ったりして、自分もこう、あこういう話になったんやみたいなのが結構あって、なんかすごい楽しかったですね。新鮮な作り方だったんですか。だいぶ新鮮で、しかも満島さんのイメージ、まあ、僕が会った時の印象とかで言うと、はい、もうすっごいこう爽やかな風が流れてるみたいな、うん、僕は普段一人で酒飲む時とかはもう何やろ、まあ、停滞してこう疲れ切った空気が蔓延してるバーみたいなとこそんなとこばっかりでもないですけどとかの端っこの席で一人で飲んでて、でそういう空気感から生まれてくるものもあるんですけど、なんか満島さんとかとご一緒するとなんかちゃんと風を感じられるような、緑と風とこう空気流れてて、あこういう風な、だから街というか、うん、同じ東京に住んでんのに全然その行くポイントが違うと、うん、あ東京ってこんな綺麗な場所あったんやみたいな、うん、っていうイメージだったんですよ。イメージが強かったんで、なんかその満島さんの月一とはゆえ、そのまあ、ルーティーンになっていく連載の中に、はいはい、僕があんまりこう湿った疲れた空気を送り込みたくないなと思って最初爽やかな話をこう自分の新しいチャレンジとしても書こうって決めて、はいはいはい、爽やかな話を心がけてたんですけど、うん、なんか3回目か4回目ぐらいからなんかいつもの暗さをなんかもう内面から溢れ出してきてなので爽やかで、たまにいや違うぞみたいな、あもっとこう楽しい話とかなんかそういう
こうなったりこうなったり自分の中でしたんで、満島さんのムードにこういい意味で引っ張られて書いたものもあるし、全部回文に従ってるんですけど、でも僕の中からその回文と引きずり出されたちょっとこう考えすぎとか暗めの話があったり、でも時代が今ではないものがあったり、異世界があったり、妖怪が出てきたり、いろんな短い物語が、爽やかな恋愛もあれば、なんか、大人な感じもあったり、後悔もあったり、なんか本当にいろんな話が書けたんじゃないかなっていうふうに。でよく考えたら、満島さんもただただこう爽やかな人、爽やかな人ではあるけど、もういろんな役を演じてらっしゃるから、演劇とかも舞台も見に行ったことあるんですけど、なんかまあドラマもそうですよね、映画でもこうその振り幅は、爽やかな人間もやれば鬱屈とした人間もやれば、いろんなことを抱えてる人間も演じてるから、そもそももしかしたら満島さんの回文自体に僕のそういう暗めの内面と結びつくようなものが回文の中にすでにあったんじゃないかっていう、ちょ責任を満島さんにみたいなのもあるんですけど悪いことじゃないですからね。まあ、だから新鮮な又吉さんもそこにもあるし、はい、まあ松下さんらしさみたいなものを非常に楽しめるものになってるってことですね。そうですね。それはなので普段書けないようなことが書けたというか、吉武慎介さんと一緒に書かせてもらった、その本はっていう、あれも吉武さんがいることによって普段の僕とは違うものが書けて、こうちょっとお笑いライブで扱ってた自分のこの言葉の感覚みたいなものを物語にできたなみたいなのがあったんですよ、吉武さんのおかげで。満島さんもそのまた違う部屋からお笑いもあるし、なんかまた新たな言葉、でも新たな感覚と新たな言葉はかけたけど、もともと自分の中にあったような芸人の活動とちゃんと結びついていくような、だからコントにできそうなやつがあったり、自分で映像にしてみたいなって思うものがあったり、なんかそれは一人では絶対にできなかったであろう物語ばっかりになったんで。その回文、はい、に対して又吉さん大体どれぐらいの文字量というか。いつもバラバラなんですけ ど、 なるほど。でも3000文字とか、長いのもあるし、短いっつっても短すぎるのはないっていう。でも3ページぐらいで終わったり、はい、例えばね、はい、満島さんの作った回文どんくらいすごいかっていうと、例えば幸いダンスは傘の下湧き立つ滝、私の坂は澄んだ岩井さ。幸いってあの幸せの、はいはいはい、幸いダンスは傘の下湧き立つ滝、湧き立つあの滝流れる、はい、私の坂は澄んだ岩井さとか、これに僕がまた物語を書いてたり。それでもそのすごいですね、そんな長い。そうなんですよ、はい。例えばこの辺りかな、夜な夜な借りたあの子、この辺りかな、夜な夜な借りたあの子、反対から読んでも、この辺りかな、夜な夜な借りたあの子になるんですよ。なんかそっから又吉さんがどういう物語を紡ぐのかも楽しくなるような回文ですね、はい。これだから今読んだの別に一番長いやつでもなくて、もっと長いのもあるし、
まあ、短いのもあるんですけど、でこの中に写真も入ってて、連載中に使ってた写真もあるんで、うん、があったり、その、まあ、この表紙は佐内さんが撮ってくれて、これ僕だけやったら不審者みたいになりますけど満島さんがおることによってこうなんとなく軽やかさが出るというか、ほんでこの中のデザインはその三井龍太さんっていう奄美大島に住まれてる方なんかな、で僕は母方が奄美大島の加計呂麻島で、満島さんもねあのそういう奄美大島にもルーツがあるみたいで、だからね割と僕の母が住んでた家の集落とかに行ったことがあったりとか、で沖縄で生まれ育ってるんで、それは僕の父方がそうやから割とね、なんやろその大きい感覚ですけど、うん、はこの共通するところがたまに話しててもあったりするんですよね、うん、すごい。だから回文が三つ吉さんが回文書くじゃないですか、はい、でそれが僕のとこに編集者を通じて送られてきて、うん、で同時に写真家の人にもその回文が送られてきて、で毎月やってて時間がなかったりすると、要は僕の文章を読んで写真を撮ってないんですよ。この回文で写真並行してで文章やのに、集めたらもう僕の文章と写真がめっちゃぴったり符合してたり、なんかそういうのがね何回もあって、ゾクッとしますね、なんかね。だからちゃんと回文の影響を受けて僕は書いてるし、その写真撮ってる人もちゃんと回文を読んでイメージしてるから、全ての設計図はその回文の中にあるみたいな、すごくね、なんかそういう意味でも面白かったですね。ものを作る創作のなんかもう結構根幹の作業を、うん、01をこう満島さんに任せたって感じですかね、うん、いつもそれ一人でやるんですけど、一人でやるっつっても僕散歩とかして、うん、こう聞こえてくる声とか、その季節の雰囲気とか、うん、なんかそういうのでそれをヒントにして、うん、参考にして作ることが多いんで、うん、なんかその自然とか、まあ、外部からの刺激みたいなものを全て回文に委ねたっていう、でもその回文の中に僕が普段一人で拾うもの以上の自然、人間関係とか時間の流れとか、なんかそういうものが含まれてるっていう感じでしたね。なんかその本はもうそうですけど、この僕の周りとかにも、はい、あの割とこう普段はガチッとこう本にはなかなか手が伸ばせないけど、はい、なんか読んでみたいなみたいな、いわゆるちょっと本とは距離のある人も、うん、はい、こういうなんか入り口が面白かったりとか、そうですね、結構なんかこう読んでみようっていう風になりそうですね、うん、なんかね、なってほしいですね。回文自体も面白いですし、ね、回文だけ読んでいってもらっても十分楽しめますし、で、まあ、文章も、まあ、どっから読んでもらってもっていうか、そんな複雑に、いや複雑なのもあるんですだから30本ぐらいあって、読みやすいのもあるんですけど、
なんかすごい抽象的なものもあったり感覚的なものもあったり、はあはあ、全部が全部分かりやすくもないとは思うんですけど、すごく分かりやすいものもあるし、それこそ脚本の形式で書いてるものもあったり、女性一人称で関西弁でバーって書いてるやつもあったり、なんかね、うん、あとインタビューが載ってたりするし、満島さんと回文をずっと作ってきてる回文の先輩と満島さんが回文についての対談をしてたり、うん、なんかねすごく面白い本ができたんじゃないかなっていう。連載の期間ちなみにどれぐらいあったんですか？期間的には2年半ぐらいですかね。あのこれ全然あれなんですけど、ファーストラブの渡さん共演されてるところだったじゃないですか、はいはいはい、あれって連載中ですかね、もしかしたら。 あれですよね、満島さん佐藤健さんが出てるファーストラブ、ファーストラブも好きで何回も見てるみたいな人が僕の周りにいっぱいいて、はい、最終回僕出てるんですよって言っても、え、どこってみんなが言うやつですよねいやいやいや、僕はそう言ってるんですけど、なんかすごい関係性がなんか、はい、なんかこういい空気感なのかなと思って見させてもらったんで、 あのファーストラブのあれももうほぼアドリブというか、僕は現場に行って、うん、でも即興で設定だけ聞いて、うん、でもう又吉さんは又吉さんとして乗り込んでくださいみたいな、うん、でもう会話してて、うん、リハか本番か分からん感じで、いつもの感じでなんかヘラヘラ笑ってたらなんか OK ですみたいな、えみたいなどこ使われるのかなみたいなで見たら、あの使われてるところも僕ずっとヘラヘラしてたんで僕って気づいてくれた人はすごい自然体やったっていう、うんうんうん、自然体を演じてたんじゃなくて、もう普通にもうそのまんま自然でしたね。なんかね、その回文もそうなんですけど、はい、なんかこういろんなことも考えて、こう自分のやりたいことを、仕事を、仕事だけじゃないですけど仕事も遊びもやってる人だと思うんですけど、満島さんはすっごいね、あの感覚的な人でもあるなっていうふうに、久しぶりに会ったりすると僕の顔と雰囲気見て、あれ今なんかこういう感じの仕事 してるとか、今ずっと書いてるんじゃないみたいな、その顔つきとか雰囲気で様子が分かるみたいな、僕らが普段使ってるコミュニケーション言葉とか、はい、とか以外のなんとなくの空気でいろいろ気づきはんねやろなっていう不思議な部分もねあんのかなって勝手に、それは別に自分であるとは言ってないし、それは昔から普通にやってることなのかもしれないですけど、結構そういうの多いというか、それは回文とかもなんかこうスッと出てくるのもそういう感じなんかなっていう。すごい話だ。又吉さんどう言ってんですか、そのお仕事だったりコンディションみたいなことを言い当てられるわけじゃないですか。そうですね、ヘラヘラしてますそうなんですよつって7月17日、はいね、発売であります、マガジンハウスです。軽いノリのノリの、まあ一回もちゃんと言えてないんですけど、さっきからノリノリがノリノリがむずいんですよねもう一回行きましょうか。軽いノリノリのイルカ、しかも続けない
早口言葉でもあるんかもしれないですね軽いノリノリのイルカ、うん、ぜひうず軽いノリノリのイルカという、でこの軽いノリのイルカっていうのは軽いノリのノリのイルカ、うん、軽いノリのノリの、まあ一回もちゃんと言えてないです、ね、さっきから軽いノリノリのイルカ、怪しかったっけね早口言葉でもあるんかもしれないですね軽いノリノリのイルカ